どうもこんにちは、トランジスタの小林です。今回は5月14日土曜日に発売したノンネイティブの新作アイテムをご紹介したいと思います。今回は T シャツでパンツが4型で靴1型合計6型の入荷となります。はい、じゃあまず1つ目のアイテムのご紹介です。まずはこちらのプリントティー、僕らも今着ているプリントティーと同じものなんですけども、まあ本当にこうグラフィックのバランスがいいので、これはあの僕も、スタッフの井上も、まあ、満場一致でいいなということで今回セレクトさせていただいた T シャツになります。今シーズン、半袖の T シャツはこちらが初めてとなりますので、夏物の T シャツをお探しの方はこの機会にぜひチェックしてみてください。デザインは、まあ、フロントはこのようなデザインなんですけども、後ろにこういうノンネイティブとインが入っているデザインで、後ろから見ても楽しめる愛嬌のあるプリント T シャツに仕上がっているなと思います。はい、続いてのアイテムはこちらのスウェットショーツになります。こちらのスウェットショーツなんですけども、まあ、毎シーズン夏にスウェット素材をということで、ノンネイティブは夏でも一見ちょっと暑いと思ってしまうようなスウェット素材のアイテムを多く展開するんですけども、こちら本当に非常に通気性のいい甘みに、編まれたスウェット地なので、全く問題なく夏でもご愛用いただける、そんな商品となっております。合わせ方は どうですかね、井上さん的には。僕はもう今のこのロングスリーブの T シャツに短パンみたいな感じでさらっと、もうちょっと早めの時期、梅雨の時くらいからはそういう風に合わせていきたいなとは思ってますね。ああ、なるほど、はい、まあそうですね、僕もまあ基本的にショーツを履いちゃうとちょっと露出が恥ずかしくなっちゃうので、トップスはロングスリーブで露出のバランスを考えてコーディネートを組むことが多いんですけども、スウェットってあまりトップスで、夏にトップスでスウェットって着る方いないと思うんで、素材のメリハリをつけるためにはこのスウェットのショーツっていうのは非常に使えるのかなと思います。なので単調になっている夏のコーディネートのスパイスにはとてもこちらのスウェットがおすすめです。はい、はい、続いてのアイテムはこちらになっております。こちらは結構お待ちかねだったお客様も多いんじゃないかなと思うんですけども、ノンネイティブで一番リピート買いが多いデュエラー5ポケットジーンズで、シルエットはタイプ2となっております。タイプ2と言われてピンとこない方多いと思うんですけども、今シーズンから5ポケットパンツはリニューアルされまして、01、02と5ポケットに関しては2シルエットご用意がございます。まああまり深く考えずに、タイプ1は今までのユージュアルフィット、タイプ2は、今までのドロップドフィットと捉えていただいて結構なんですけども、まあ随所アップデートされておりますので、そちらはまた詳しく別の動画で紹介したいと思います。サイズ感は、まあ、ちょっと細くなってるとは思いますが、ビストレッチ性、多少ストレッチ性がございますので、井上でいつもサイズ1番1番ですね、ですよね、はい、まあ、井上でサイズ1番なんですけども、今回も変わらずサイズ1番で履いております。なのであまりサイズ変更はしなくてもいいかなと思っております。色はライトグレーとブラックの2色展開、はい、ブラックは非常に数量積んでおりますので、ブラックの細身のパンツっていうのはね、結構本当に毎年毎年需要がありますので、この機会に買い逃しのないようにお願いいたします。はい、続いてなんですけども2型同時に、紹介したいと思います。加工デニムなんですけども、まずこちら、薄い加工デニムの方ですね。薄い加工デニムの方はブラッドと名付けられておりまして、こちらがレオと名付けられております。で、当店ではちょっと変則的なセレクトをしておりまして、こちらの薄い方、ブラッドに関してはタイプ02のビストレッチ性のある今までのドロップドフィットの形をセレクトしております。で、こちらの濃い方の加工デニムはレオと名付けられてるんですけども、レオに関してはタイプ01のストレッチ、ノンストレッチの綿 100% のタイプ、まあ、今までのユージュアルフィットですね、今までのユージュアルフィットをセレクトさせていただいております。まあ、なぜこのような取り方をしたかと言われますと、まあ少し困ってはしまうんですけども、正直感覚的なところでセレクトしました。なんとなく夏に最適なこの
ライトインディゴ、淡いデニムで加工感のあるものはちょっとタイトにすっきりと履きたいなということで、こちらのタイプは02で、こちらの加工が控えめなタイプ、なんかこうどことなく今回のノンネイティブの、まあ、アメリカっぽい雰囲気みたいなものを感じたので、ストレッチが入っていないちょっと武骨な雰囲気に見えるかなと思い、ユージュアルフィット、いわゆるタイプ01の方ですね、タイプ1の方をセレクトさせていただいたと、そういう形です。加工感は本当にこのご覧の通りになりますので、後ろもこんな形ですね、はい、でサイズ感は多少細くなったというふうにブランドからも説明を受けておりますけども、あまり感覚的には変わらないですよね。そうですね、そこまで変わらずに履いてもらえればいいんじゃないかなと、前回と同じサイズ感で買われるのが一番じゃないかなとは思っております、うんうん、そうですね、まあ、井上の場合は、まあ、体も細いのでいつもサイズ1を履いてるんですけども、まあタイプ今回のデニムでよりすっきり履けて、まあいい感じです。いつも履いてるサイズでもうギリギリのサイズ感だったらワンサイズ上げた方がいいかもしれないですけども、苦しくもないぐらいでいい感じに履けてる人はいつも従来通りのサイズをお選びになるのがいいのかなと思います。はい、今回の加工デニムはこちらの2型になります。はい、次で最後の商品になるんですけども、ハイカーモックシューズになります。前回ミドルカットで出ていたモデルを今回ローカットにリデザインしまして、ブラウンとブラックの2色展開で出ております。ブラウンは少し毛足が長いスウェード素材で、ブラックは毛足が短いヌバック素材になっております。ソールはビブラムソールで耐久性、歩行性に優れており、今の時期に発売しておりますけども、冬でも問題なく履いていただけるかなと思います。サイズ感なんですけども、サイズ感は少し小さめとなっておりまして、足の実寸が26センチの井上で、普段ノンネイティブの靴はサイズ41を履いております。なんですけども、こちらはサイズ41だと少しつま先部分が窮屈に感じるということで、42がジャストサイズで、私が普段からサイズ40を履いておりまして、実寸がだいたい 24.5 から5で結構小さいんですけども、私は変わらずサイズ40でジャストサイズでございました。はい、まあサイズに関しては40から43サイズまで展開しておりますので、お求めのサイズがあった際にはぜひお気軽にお問い合わせください。はい、以上で今回の入荷アイテム6型ご紹介させていただきましたけども、何かわからないことなどあればお気軽にメール、電話などでご連絡ください。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。